モトブログをするために必要なものを買いました。まずは GoPro につけるマイクアダプターですね。 GoPro はこれがないとマイクをつけて音声入れることができません。バッファローのクリップマイク、モトブロガーさんが使ってるやつですね。評判がいいみたいです。あとはマイクアダプターが邪魔になりますので、取り付ける GoPro と一緒に収納できるケースですね。こんな風に下に入るようになってます。それではまずアダプターから開けていきましょう。ヒーロー5ブラックとセッションからヒーロー8ブラックまで対応します。 USB Type-C で GoPro 本体に刺さるようになってます。いえ、お次はこちらヒーロー567ブラック対応です。開けていきましょう。こちらに GoPro 本体が入って、下にマイクアダプターですねが入るようになってます。でこっち上はマイクとかつけれるみたいですね。取り外しが効きますね。印があるんですけど、ここを押さえながらスライドすると開けれると。で GoPro を入れるですね。これ私の GoPro ですね。 Hero 5です。ここにすっぽり入る。ここスライドでですね。ちょっとこれでセットしてみると、ここ結構奥まってるんですよね。だからこう操作するのはちょっとやりにくいかもしれないです。でこうスッと入れてくるっと回して、ここですね。これで完成です。マイクですね。何の変哲もないマイクです。クリップ付きで服とかに挟めますね。けどまあヘルメットにつけますんで、これはまあ必要ないかもしれないです。でケーブル結構長いんですよ。これ 1.8 メートルケーブル長さがありますんで、まあ、もしかしてヘルメット内じゃすごい余っちゃうんで、ちょっと取り回してぐるぐる巻くか、あとはマフラー近くに持ってって走行動画しつつマフラーの音録音するってこともできそうですね。じゃあ GoPro に挿しましょう。ここにこっち、これで完了です。曲面ベースプレート使ってるんですけど、ここデコボコで取り付けることができなかったので、パテで自作して取り付けベース作りました。で 3M の強力両面テープでぴったりはめ込みましたので、これでやっていきます。アゴマウントするためのアームを作りました。ベースにちょっと長いやつと短いやつ、スクリューが邪魔になるのでロックか穴付きボルト、これが M5 の 20mm で ちょうどいいサイズになってます。これをホームセンターで買って付け替えます。はい、こんな感じで元ブログ仕様のヘルメットできました。昔はよく皆さんここら辺にマイクアダプターガムテープで貼ったり面ファスナーで貼ったりしてたと思うんですけど、こういう安いケース、これアマゾンで1500円ぐらいなんですけど、一体感があってスマートに取り付けることができますね。でここにマイク挿してヘルメットの中に入れると、ね、正面から見たらこんな感じです。マイクの取り付けですね。まずヘルメットの内装を剥がしていきましょう。で理想はこういうとこつけたいんですよね。で組み立てていきます。